はい、どうも皆さんこんにちは、ツンツンです。今日なんですけれども、リミット解除されて全盛期にほぼ近くなった DD を紹介していきたいと思います。 DD なんですけれども、トーマスがまだリミット1に入ってて、スライムがリミット3に入ってるっていう風な感じなんですけれども、昨日ね、対談させていただいたアシさんが、日本代表2年連続取れたアシさんがね、言ってたんですけど、 DD が可能性かなりある、ポテンシャルかなり高いっていうことを話したんですよ。で、実際僕、そのアシさんの前にも、ヨウさんだったりだとか、あとラーさんっていう方だったりだとか、日本代表の方だったりだとか、DD すごいずっと使ってる方だったりだとかに、いろいろちょっと意見をお伺いしてまして、で、ある程度構築とかも自分の中であって、で、その中でアシさんが、結構ポテンシャル高いなと思ったんですよ、その前の段階で。で、ただ、不純物、月の書だったりだとか、そういうのをいろいろ引きすぎた時にちょっと弱いなと思ったんだけど、アシさんが、不純物入れなくていいと思うんですよ、引いたらあれなんでっていう風に言ってたんですよ。だから DD だけで固めてみたらかなり、いい感じだったので、今回こちらちょっと紹介させていただきたいなと思います。で、先行の理想盤面だったりだとか、妥協盤面だったりだとか、あと後手まくりの話だったりだとか、知ってる人も多いと思うんですけれども、改めてちょっと話していきたいなという風に思います。で、 DD は前世紀に比べて確かにリミットはかかったんだけど、エクストラモンスターゾーンが追加されたことによって展開しやすくなったんですよ。だから、そんなに今弱体化されてんのかっていうところは感じましたね。あんまり感じなかったな。で、基本的に動かし方なんですけれども、先行取った時は、ジャイアントトレーナー作って、その横にさらに8エク作るみたいな、8エク2体出すみたいな感じなんだよね。で、ジャイアントトレーナーで3ドローするじゃん。その3ドローで、次のターンのリソースを貯めといて一気に爆発させるって感じで、ごめん、普通にさらーって言ったんだけど、スワラルスライムで、テムジン作りながらケプラー召喚しました。で、テムジンは召喚特殊召喚した時に墓地の DD 蘇生できるんで、これで DD 賢者トーマスを出して、 DD 賢者トーマスの効果でスケール割ってみたいな感じで、スケールは次のターンに特殊召喚しやすいようにアビスラグナロクっていうのを置いておきました。で、こうすることによって、スケールこう揃うじゃないですか。次のターンてか、このターンか。この後ちょっと見とってもらえれば、なんとなくイメージつくかなと思います。で、スケールで割ったアビスラグナルクを出すので、ここを置いておきますね。で、先にオルトロス取って、こうスケールを整えておいて、1枚、で、モンスター引いたので400番、2枚、400番、で、3枚目。で、400番っていう風に与えて、ライフを1200減らしていきます。で、オルトロス効果で、オルトロス効果じゃない、オルトロスをスケに貼って出すんだけど、この時に出すのが、ここでね、3体展開できるようになったんですよ。これがめっちゃ強い。で、アビスラゲナルクの効果で墓地からモンスター釣り上げます。で、こっからなんだけど、8エク、ジャイアントレーナーの横に出す8エク何にするか。ここで、サンダルホンにしたり、墓地から蘇生してくるやつが多いんだったらサンダルホンだね。で、破壊系が多い。例えばトリックスターとかだったら、俺はディンギでいいと思う。で、今回はフェイバリットヒーローなので、ミラクルフュージョンを止めたいってなると、フランケンでいいかなと思ってます。で、このままターンエンドで返していきます。で、もっと上振れてたら、ここにバルキリーまで構えれるんだけれども、今回はちょっとフランケンだけだね。で、正直こんだけでかいモンスター並んでて、一応 DD ドッグもね、妨害になってるんで、こんだけ妨害があったら、相手はワンキルはなかなか厳しいみたいな感じだね。で、フランケンでミラクルフュージョン止めて GG というふうな感じになります。で、今のが理想的な初動なんですけれども、じゃあ毎回それができるのかっていうと、そうじゃなくて、妥協初動っていうパターンも全然あります。で、その妥協初動っていうのがどういうふうな感じなのかっていうと、ちょっとやっていきますね。これは超妥協の中の妥協って感じ。こんな感じですね、ハンドが。正直なんか、ペンデュラム召喚するので精一杯みたいな感じだね。で、相手は、これ、石図なんだけれども、石図何かなって考えたときに、やっぱ、ランクマだし、普通にオルフェゴールの可能性が高いかなと思いました。基本的にスキルがようわからないやつはオルフェゴール飛んでくることが多いかなと思っております。で、そうなったときに、オルフェ想定だったらフランケンとか作ってもいいんですけど、ジャイアントレーナーのドローが絡んでないので、ここが渋いんですよ。手札が1枚しかないんですよ。そうなると3000作るのが良くて、でオルフェゴール想定だった時はでかいモンスターを一番右の列に2体並べてくださいっていうのが、ロンギルスいるじゃないですか。ロンギルスの効果って後で出てくるんだけど、リンクマーカーの先はこことここなんですよ。だからここ2枚並べると
ロンギルスの効果で墓地送るのって、ここにガラティア置いてここにロンギルス持ってくるみたいな、ロンギルス一回墓地に送ってからみたいな感じのことしなきゃいけなくて、でもそれしちゃうとみたいな、まあまあまあなんかあるんだよね、いろいろで、こうやって展開されます。で盤面潰されるんだけれども、相手がここでロンギルス出てきた時に墓地送れないんですよ。これもし墓地送れちゃったら、ロンギルスを作ってからディンギルスで盤面全部潰されたりとかっていうのがあったりとかするんで、ここ2枚並べるのが大事ですね。じゃあまさかの親族撃たれました。はい。でこうやってアビスラグナロクとヘルアーマゲドンでここ2体残すことによって、3000-3000って基本相手抜けないじゃないですか。盤面残ったら返して返せるんだよね。結局こういう風な DD だったりだとか、まあ昔のヒーローとかもそうなんですけれども、まあリソースをどんだけ温存できて次のターンにリソースを爆発させれるかっていうのが大事です。これでアビサルゲナルクが無効になるんだけれども、関係なくてここから展開していきます。ヘルアーマゲドン、アビスラグナロクで、オルトロス出してアビスラグナロク効果でオルトロス飛ばせば、これで3000-2200-2200で、7400っていう風な感じになります。で、あれがまあ今のが先行の妥協書道って感じだったんだけれども、あとね一応ねいろいろあって、まあ後手まくりのことに関して2つちょっと話したいと思います。まず普通に相手がですね後ろ盤面があるときですね、まあもう正直こっから先は DD 知ってる人は知ってるよって感じで、もう一個は結構 DD ドックが実はいい働きするよっていうやつを言っていきたいと思います。まあ最初はまず相手がトゥーンなんですけれども、普通にトゥーンのしおりからトゥーンキングダム取ってこられてこうやるんですが、あちなみにトゥーンはね、あのバルキリープラスあのフランケン構えたら結構硬いっすよって感じです。まあトゥーンもね結構強いからね。で地獄門の契約書でスライム取ってきて、で使い終わった地獄門をこの DD オルトロスで素材コストにして1枚割っていきます。でスワラルスライム出してテムジン出します。でトゥーンのカバンなんだけれども、ここを無効つっていきます。やっぱ一ターンに一回ねテムジン無効って言えるのはすげえ強い。で、ペンデュラム召喚でモンスターをヘルアーマゲドンとよいしょアビスラグナロク出していって墓地から蘇生もしていくってなると、これでねディンギルスを、出すことができます。でここでなんかリプレイバグったね。なんかたまにあるよねリンクスって、ここでリプレイバグることが。まああのこれで蘇生させて、ディンギルス、まあ別にディンギルス、うん、ディンギルスでいいね。ディンギルス作ってここ潰してって感じになります。じゃあ最後ですね、やっていきたいと思います。最後はまあ DD ドックのまあ上手い使い方っていうか、知ってる人は知ってる使い方って感じです。まあ月の書的な感覚で使えます、相手のデッキによるけれども、はい、それが強いって感じです。じゃあこちら後手です。で後手取ったんですけど、てか DD ね先行展開ね全然あの8エク8エクで普通に強いじゃないですか。てかジャイアントレーナー作りながら横に8エクでワンチャン DD ドッグだったりだとかバルキリーの契約書だったりだとかも伏せることができるって、まあ別に正直ね先行最低限はいけるんですよこのデッキで。でもこのデッキの強みってやっぱ後手なんだよね。マジでイメージオッタイズみたいな感じ。まあペンデラムテーマってさ基本なんかスキルの介護すげえ強いから後手強いよね。だってあのカードが増えるんだもん。でスワラルスライムでいって、ごめんこれねあのね先に効果打たしてもいいなと思ったんだけど打ってこないから、あまあじゃあ DD ドックで無効にするかって感じ。 DD ドックはあのペンデラム効果も優秀で、あの相手フィールドの融合シンクロエクシーズ1体対象として発動できて、そいつの効果無効にします。その後ペンデュラムゾーンのこいつを破壊って感じなんで、 DD ドックでここを無効って言ってきます。でケプラー召喚で、ヘルアーマゲドン取ってきながら、これで、バルキリーの契約書発動効果アビスラゲナルク取ってくる。で CO でシュンシュンってしてから
これでね、ここでアビスラゲナロク取っておくじゃないですか。そうすると、まあ、何がいいことが起きるかっていうと、この後 FA の効果でここを潰しに行くでしょ。でこの時に落ちるんですよ、墓地にこうやって1枚で、その後にペンデラム召喚でアビスラゲナロクを出すことができれば墓地から蘇生できるんだよね。ただアビスラゲナロクって DDD じゃないと蘇生できないので注意が必要です。なんでこれでエグゼクティブテムジン出して、でこっからさらにサンダルコンとか出していけば、相手があのモンスターヨーヨーとか出してきたとしても墓地から展開できないみたいなことができたりします。というわけで、まあ後手が強い DD なんだけれども、不純物をなくすことによって、先行でジャイアントレーナープラス8エクっていう風な盤面を作れるようになったので強いよっていう風なのがコンセプトになります。というわけでいかがだったでしょうか。今回の、ね動画が参考になったらぜひぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。